幹事の産経の大坪です。よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。今朝官邸では閣議と閣僚懇がございました。本日の閣議で、参議院選挙制度改革に関しまして公職選挙法施行令の一部を改正する政令が決定されました。これは主に、合区された選挙区における選挙事務所の数や、法定選挙運動費用について定めるものでございます。参議院選挙制度におきまして、合区は初めての経験となります。この合同選挙区における来年の参議院選挙の執行に向けた準備につきまして、総務省は4県の選挙管理委員会との打ち合わせ会を開催するなど丁寧に対応してまいりました。この結果今月上旬に2つの合同選挙区においてそれぞれ合同選挙区選挙管理委員会が設置されるなど準備が進んでまいりました。総務省としては引き続き4県の選挙管理委員会と協力しつつ、来年の参議院選挙の管理執行に異論のないよう万全を期してまいります。詳細につきましては、担当部局にお問い合わせをください。それから、ジェットプログラムの里帰り事業について申し上げます。総務省は外務省、文部科学省、自治体国際化協会と連携しジェットプログラムを運営しています。ジェットプログラムは皆様ご承知の通りかと存じますが世界各国の若者を日本にお招きし全国の自治体で英語教育のアシスタントや国際交流のコーディネーターとして活躍をしていただくものです。そのジェット OB の代表者12名が来月久々に日本に戻ってこられます。以前に勤務していた地域を再訪するジェットプログラム里帰り事業それから日本の応援団としての今後の活動方針などを議論していただくジェット OB 国際会議が開催されます。例えば、帰国後、日本料理の研究家として活動しておられますアイルランドの方が元の勤務地である新潟県を再訪し、地元農家への訪問や、地域住民との料理教室の開催和食の魅力についての意見交換などを行うことを予定しています。これまでもOB の方々それぞれ滞在された地域のですね宣伝をそれぞれ母国に帰ってもやってくださっています。このジェットプログラムでは昭和62年の開始以来累計で6万人を超える外国青年が来日され全国各地で地域の国際化に活躍をしていただいておりまして、まさに我が国が誇る人的交流プログラムでございます。ジェット OB のネットワークは日本にとりまして非常に貴重な財産でございます。今後も総務省はジェットプログラムをしっかりとサポートしてまいります。里帰り事業とジェット OB 国際会議の詳細につきましては事務方にお問い合わせください。それから先週のことでございますが23日金曜日オールジャパンで IoT を推進するための最前線となる IoT 推進コンソーティアムが産学官で設立され総会に私も出席をしコンソーシアムに対する期待を述べさせていただきました。産学官の750以上の企業団体が加盟し設立総会にも760名以上の代表者のご参加があり IoT に対する期待の高さを改めて実感しました。先日、開催された日本経済再生本部の下の官民対話におきましても IoT はその鍵を握る分野として、取り上げられました。本コンソーシアムでは当面の間、最先端の IoT 技術の開発や実証新たなビジネスモデルを創出するため資金支援や規制改革の提言に向けた活動を行っていくと聞いています。で総務省としましても9月25日に私から情報通信審議会に諮問し IoT 時代の改革の在り方について検討をいただいていますので
このコンソーシアムともよく連携をしてまいりたいと思っています。また来年の4月には G7 情報通信大臣会合を香川県高松市で開催いたします。 IoT の最前線を世界にアピールする絶好の機会でございますので、このコンソーシアムの成果も踏まえながら対応してまいります。詳細につきましては担当部局にお問い合わせをください。私からは以上でございます。質問を一つお願いします。昨日携帯電話料金のタスクフォースで携帯電話事業者にヒアリングしたところ、長期利用者への優遇やキャッシュバックの見直しなどに前向きな意見が出ました。こういったことについて大臣は昨日初参加されてどういうふうに感じられましたでしょうか。はい、昨日は事業者及び消費者団体からのヒアリングをいたしました。でヒアリングでの議論を伺っておりまして、まず特に消費者団体のご発言の中で、ユーザーの方もですね、分かりやすい料金体系、サービスを求めておられるということが明らかになったと思います。で、事業者側にはですね、やはりこうスマートフォン時代になって同じ端末で価格競争をしなければならないという難しい事情があるということもよく分かりました。しかしながら、利用者にとってより分かりやすく、でそれぞれのニーズに合った料金体系は必要だと受け止めています。でまたスマートフォンになってからこの端末価格と通信料金の負担の内訳というのは分かりにくくなったという印象を持っております。この端末価格と通信料金の明確化透明性につきましては、事業者関係者の方々にも問題意識を持っていただいていて、合わせて取り組む必要があると受け止めています。で、あと感想ということで言いますと、データ通信の利用料ですね、これについて事業者から月間平均利用料の数値が示されました。例えば KDDI さんで 3.7GB、ソフトバンクさんで 4GB というような数字が出てきたんですけれども、総務省が事業者から報告を受けている大手携帯電話事業者3社の1契約ごとの月間通信料の分布を見ますと、1GB 未満のユーザーが多くを占めています。で、もう皆様にも、1回目の、会議で資料を、お示ししておりますけれども、例えばフィーチャーフォンも含めた、1加入者あたりの月間通信データ、そのトラフィックは、約 1.9GB、これは6月の総務省調べということになってます。やはり構成員の方からもですね、その平均値よりも分布が重要であるということで、的確なデータに基づいて議論する必要性が指摘されましたので、私としましては次回会合ではですね、トラフィックの分布も踏まえて、そしてきちっとしたファクトを踏まえた議論がされるということを期待したいと思っております。また今年の9月に、各事業者から発表されました音声通話のかけ放題プランでございます。これ各社とも、月額1700円になっておりますけれども、例えば5分以内だったらいいんだけれども、5分を超えたらこう課金されていきますよということや、データ通信量 2GB のプランとの組み合わせができないといったことなど、あまりこう利用者の方に正確に伝わっていないんじゃないかなという感想も持ちますし、それからまたライトユーザー向けのですね、プランというものがきちっと用意されていないんじゃないかなということも感じましたので、次回の会合ではこの利用者の料金負担に関して、さっきのトラフィックの話も同じですけれども、しっかりとした数字をベースに議論を進めていきたいと思いました。それから、昨日のヒアリングではやはり個々の事業者の経営戦略にかかる部分
がありですね、公開の場ではなかなか、お答えいただくことが難しい点もあったと、思いました。まあ、次回会合につきましては新見衆参のご提案により非公開で、再度ヒアリングを行うということになりました。でタスクフォースの構成員の方々にはもう年末までという大変短い、期間でありますけれども、まあ、利用者にとってより低廉で利用しやすいサービスの実現で電気通信事業の健全な発展という観点からさらに議論を進めていただきたいと思います。それから昨日の議論の中でライフラインという言葉も出てまいりましたが、まあ、ライフラインとして携帯電話を、捉えていきますとですね、やはりこのライトユーザーの方が納得できる料金サービスプランを期待したいと考えております。ありがとうございます。各社さんお願いします。維新の松本です。よろしくお願いします。維新の党の対応について改めて伺いたいんですけども、先週の土曜日に維新の党を除名された大阪系の国会議員たちが党大会を開いて新しい代表を選出した上で、党の政党の解散というのを決議しました。まあ、所管大臣としてですね、今後維新の党の問題についてこうどのようなスタンスで臨まれるのかというのと、あともう一点まあ、今回その、まあどちらのサイドもですね、まあ、本家というのをまあ主張して争っているんですけども、まあ、こうした前代未聞のまあケース、この事態をですね、大臣としてどのように見られているのか、個人的な感想でも構わないんですけどお願いします。まあ、24日のですね、維新の党の臨時党大会で、まあ、回答を決議されたということで、まあ、解散届がどうなるかということだろうと思うんですけれども、現段階ではまだ仮定のご質問でありますし、また個別の政党内部のことですからなかなかコメントは難しいところでございます。ただ一般論として申し上げましたら、政党がその解散した場合には法令に基づいて総務省に対して解散に伴う届け出を行うということが必要になります。ですから分割協議や解散といったことにかかる維新の党の現在の、状況に鑑みますと、申請な、届け出というものを確保するために形式的審査の範囲で、まあ、必要があれば両関係者に確認をすると、いった形で、まあ、総務省としては対応してまいりたいと思っております。で届け出がさまざまあるとしたらですね、政党から事前にこう相談を受けまして、例えば届け出にかかるこの記載事項について、まあ、従前の届け出内容と瑕疵がないのかといった、まあ、あくまでも形式的な、審査になってまいります。現在は総務省に対して維新の党のいわゆる東京側と、まあ、いわゆる大阪側の双方から相手側からの届け出にかかる、まあ、連絡それから確認というのを求められておりますので、まあ、一方から何か届け出の相談がありましたら必要に応じてもう一方に対して確認を求めるということになります。まあ、あくまでも形式的審査を慎重な届け出を確保するという観点から、まあ、スタンスとしては中立、公正公平中立にということを考えております。日本経済新聞の学藤です。昨日菅官房長官が官邸で、沖縄 の辺野古 の基地に関連してですね、名護市の、地元久米産区に対して直接振興策補助金を給付する考えを示しました。まあ、こういったやり方について、まあ、異例自治体を通さないという点では異例だと思うんですけれども、総務大臣として、まあ、その地方自治の観点から見てどうお感じになるかお聞かせください。まあ、これは防衛省の所管になりますけれども、一般論として申し上げますと、
この補助金については必ずしもこの地方公共団体に対するものでなくても、要は対象が地方公共団体以外のものである補助金の交付も認められているということでございます。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。